どうも皆さんこんにちは、エルザです。それでは渡航助事について今回は話していきたいと思います。前回ね、あまりに参考にならない編成で動画をアップしてたんですけど、あれからなるべくね、持ってるであろうというキャラをピックアップして、ギリギリのところまで、チャレンジしてみました。で、今画面に出てる編成ですね。こちらの方で両方4万の合計8万ポイントの達成ができましたので、その編成の紹介と内容について話していきたいと思います。1組目に関してはリンクス、アスター、ブラックスワン、散歩となってます。今ブラックスワン来てますんで、引いてる方が多い場合は持ってるんじゃないかなと思います。で、まずリンクスからいきたいんですけど、時節、奇跡は688で、異物は追い犬とメッセンジャー火脚で組んでます。レベルもそんなに全部マックスではないです。で、 HP 攻撃治療速度 HP EP にしてます。で、リンクスがね、結構第一編成では肝になってまして、リンクスがどれくらい回復をね、できるかっていうのとデバフを受けないかっていうのが肝になってきます。リンクスに関しては精魂は2つとなっています。アスターに関してはレベル70で今回やってます。調和の超月彩雲ですね。これは気候武器ですね。で、育成も実はアスター中途半端で686っていうのであまり高くないです。で、異物はメッセンジャーだいたい10ぐらいで収めてますね。で、 HP 攻撃防御速度 HP EP としてます。できるだけスペシャル回したいんで EP 効率はつけてるってとこですね。で、精魂が5です。ここがちょっとでかいかもしれないですね。で、続いてブラックスワンです。ブラックスワンはレベル75。公演数は獲物の視線、貫突です。で、奇跡に関しては869でスキルの部分だね。スキルと妨害、天賦を上げてるところになります。この2つが強いんで上げたままですね。で、異物に関しては、ブラックスワンがメインアタッカーとなるので、結構多めに積んでます。HP、攻撃。で、今回ここがでかいです。攻撃力にしてます。で、速度、銀河にして、風、攻撃としてます。で、成功なし。で、このブラックスワンが育成がある程度完了して、この状態で120いってるんですよ。効果命中が。超えてるので、かなり強いブラックスワンが出来上がったなと思います。攻撃3000超えはね、結構でかいんでね。これで火力が思いっきり稼げたというとこです。で、続いて散歩です。散歩に関しては、獲物ですね。レベル80のものを使ってます。これで凸してないです。奇跡が98と、ちょっと上げてますね。異物に関しては15、10っていう感じで、全部マックスではないです。で、HP、攻撃、速度、風、攻撃としてます。ちょっとね、虚構はね、速度がいるので、速度をあえて入れてます。で、精魂は5ですね。4凸以上じゃないとちょっと3歩は使いづらいので、こちらを採用して使ってます。で、1組目は最初に話した通り、リンクスの回復のタイミングが重要です。そのタイミングがずれると、オートでも今回いけてるんですけど、リンクスでだいぶ編成がね、整わないというか、最後までいけないってこともあったので、安定感はかなり高いんだけど、ミスるとやられてるよっていう編成になります。では続いて、第2の編成ですね。後半です。後半に関してはまず主人公です。孫悟主人公で記憶の素材を持たせてます。ちなみにこれ凸はしてないです。で、奇跡に関しては855と、育成も中途半端ですね。異物に関しては、吹雪と選手にしてます。吹雪は HP 攻撃、防御、速度、炎を防御としてますね。で、貫突です。これは普通にプレイしてたらみんななるんじゃないかなというとこです。で、続いて、アルジェンティです。アルジェンティはやっぱ入れとかないとダメでしたね。公演水は剣装で3凸にしてます。できれば貫突したいですね。で、強化状態値では887となってます。で、異物はチャンピオンとサルソットですね。HP 攻撃、会心、速度、攻撃としてます。結構ね、パワーで押す感じにしてます。で、凸なしです。アルジェンティはね、やっぱね、後半の物理相性がいいんで、全体物理攻撃が今アルジェンティしかいないんで、かなり役立ちますね。というか後半が耐えれないというのが多かったです。この辺りはまた実戦で話したいと思います。で続いて、ヌアンです。80レベルの持ち武器80ですね。で、788としてます。で、異物は配当。HP 攻撃、HP 速度、防御、EP としてます。が、撃破とかをちょっと上げてる感じだね。で、成功は1凸はせず、そのままで無凸でやってます。で、最後、ヘルタですね。ヘルタはレベル80で、銀河鉄道の夜。で、奇跡は10、10、10としてます。異物に関しては、密林と宇宙ステーションです。HP 攻撃、会心攻撃、氷攻撃。会心率が足りなかったので、重封印にしたっていう感じですね。で、成功は貫突です。で、第2に関しては、アルジェンティとルワンを抜いてやりたいなってずっとやってたんですけど、やっぱね、どちらかで火力が足りなくなります。前半も前半で火力足りないし、後半に入れたとしても、この物理耐性をうまくさばけるキャラがいなくて、アルジェンティ必須だなという。で、いろいろ妥協していて、アルジェンティとルワンがいれば、とりあえず問題なくいけたかなーっていう感じです。このラインがギリギリかなーっていうとこですね。バフに関しては、名誉毀損。1組目は名誉毀損で、2組目は希望にしてます。それではね、実際のオートでクリアした風景見てもらえればと思います。みんなそこで深淵を迎える。はい。協調よ。星々は開拓者たちに真なる祝福を。お客様を裏切ると追加料金ですよ。みんなそこで深淵を迎える。これはどう？それ！手段を選ばない。はい。誰かな？星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。深呼吸。お客様を裏切れと追加料金ですよ。みんなそこで深淵を迎える。みんなそこで深淵を迎える。天使は無敵。補給だよ。手段を選ばない。お客様を裏切れと追加料金ですよ。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。本郷の意志を栄光へ。鳴り響くパーツアップグレード。本質は同じ。空にある美しさを守り抜く。くるくる。準備は口なし。空にある美しさを守り抜く。ブルリン。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。いずれ風に吹き落とされる。ブルリン。消え去る。空にある美しさを守り抜く。ブルブル。ブルリン。この森を断ち切れ。ブルブル。こんな大きなダイヤモンドあげるね。ブルリン。いずれ風に吹き落とされる。空にある美しさを守り抜く。くるりん。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。準備は口なし。くるりん。空にある美しさを守り抜く。これも試練。根は戻る。始めましょう。消え去れ。空にある美しさを守り抜く。くるくる。これも試練。戦前の礼を全力で来い。いずれ風に吹き落とされる。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるりん。空にある美しさを守り抜く。くるくる。この目を断ち切れ。くるりん。これも試練。懺悔します。始めましょう。準備は口なし。お任せ。空にある美しさを守り抜く。くるくる。戦前の礼を。こんな大きなダイヤモンドあげるね。これも試練。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、前半危ないような感じでなんですけど、まあ結構ね、デスするかな。デスしたりします。ブラックスワンかサンポかみたいなところがあるんですけど、まあブラックスワンデスしたとしてもアルカナはずっと残ってるので、後半ギリギリだったらデスしてもそんな気にしなくて大丈夫です。意外といけます。で、後半に関しては、まあアルジェンティをうまく動かすことと、回復ができない編成なので、ほんとゴリ押しで最短で倒すっていうのは目的になりますね。ほんとアルジェンティがギリギリになってましたけど、あれはうまいことバリアを稼ぐとか、まあ、オート次第では難しい可能性はあるかなと思います。人によってはソンゴじゃなくてヒーラーを入れるのもありかなと思います。まあ、今回ね、どちらかっていうと、多分所持率が高いキャラを今回使ってるんですけど、まあ、後半に関してはね、人によって引けてないっていう方も多いと思いますので、前半をね、特に参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。